大阪のとあるライブハウス。ステージに立つのはシンガーソングライターの荒川明宏さん。ちょっとね、僕の今ちょっと力を入れてるオリジナルナンバーを歌わせていただきたいと思うんです。はい、特別扱いせんでええよ。1、2、3。道がとうとう歩いてる。特別扱いせんでええよと題し思い綴ったこの曲、その歌詞の内容は、うちの目が悪いからというだけで、どうか甘やかさんといてほしい。実は荒川さん、生まれつき目が見えない全盲なのです。それでも特別扱いせんでええよ、うちはみんなと同じ人間やさかい、例えば恋人たちが手をつなぎ合うように、そっと優しくしてくれたら十分嬉しいね。でもいつもここにいさせてくれてありがとう。特別扱いはいらない。障害のある当事者ならではの思いが胸を打ち、今ファンの輪が広がりつつあるのです。とはいえ荒川さんの日常は、あ、ごめんなさい、ごめんなさいね、危ないよ、ほら、通り道OK、はい、街中を歩くことも簡単ではありません。先ほどみたいなようなこともあったり、あと自転車がこう結構両脇から来るんですよね。自転車で杖を折られた経験もあります。そういう時ってあれですか、あの関わられた方々はどのような形で、そんな全然謝りません。そうですか。そういうもんです。そうですか。もうそれが常です、世の常。どうぞお入りください。すいません、お邪魔します。そして自宅での暮らしもパートナーの葵さんが常に荒川さんを見守るなど、誰かの助けがないと生活することもままならないのが現実。それでも特別扱いしてほしくない、そう歌うのはなぜなのでしょうか。歌を通じて偏見と先入観がなくなればいいと思うんです。偏見と先入観で自由を奪われてるようなもんですから、目の見えない人でもこうして歌ってるんだし、同じ人間として評価してほしいっていうのはありますね。体が不自由だから無理、できっこない、そんな先入観が障害がある人の活躍の場を狭めているのではと感じているそうです。4月には改正障害者差別解消法により合理的な配慮が義務化。障害のある方に対し設備不備などを理由にサービスを断ってはいけないといった新ルールが自治体や全ての事業者に適用された今、全盲のシンガーソングライターが歌に込めて社会に伝えたい思いとは。今日は障害のある人と社会はどう向き合うのか、荒川さんと考えます。
ではゲストをご紹介します。 VTR にもご出演いただきました全盲のシンガーソングライター荒川明弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。そのギターという楽器をやろうと思ったのは何でだったんですか？中学3年の時にそれまでずっと僕は歌が好きでずっと歌を歌ってたんですけど、うん、まあ音楽の授業の時とかにこうクラシックギターを弾いた時にあギターっていいなって、だんだんとこう思い始めて、そこからこうギターを始めるようになって、まあ、最初は先輩とかあと当時過ごしていた寮の先生方にちょっとこう弾いてもらってるのを聞いたりして、でコードを覚えたりして、で高校1年の時から本格的にギターを始めるようになりました。だってコードたくさんあるじゃないですかギターって、はい、あれはどういうふうに覚えていったんですか？まあ、それはまあ教えられたものもありましたけど、うん、もう最終的にはもう自分で自分で押さえながら探りながら、音でということですか？そうですね、音をもう耳コピーとか、うん、あと絶対音感っていうのはもう小さい頃から持ってたんで、すごい、はい、いやだじゃないと、うん、チューニングするのだってねギター大変なんですよ。俺は、うん、そのデジタルのやつを見ながらチューニングするんですけど、はい、そうじゃないですもんね、はい、音差でしてます。音差で、だからそのキーンってやつですよね。そうです、 A の語源から合わせたりとか、はい、でそれでこうもう昔ながらのもう古いチューニングですね。 そこからこう作詞作曲の創作に、うん、はい、そう始めたのは、ね、これは17歳の時に初めてラブソングを書きました、うん、お素敵、はい、それが初めてです。そこからこうプロの道までというのはどういったことなんですか？あ、ですね、まあ、これはもう、まあ、いろいろブランクとか、まあ、紆余曲折とかあったんですけれども、うん、十数年前に、まあ、ライブを始めて弾き語りライブを始めて、その時に作った、僕はまだ星を見たことがないんですけど、その星に関するナンバーを書いた時に、それにその、まあ、その曲を聴いてくださった方がたくさんおられまして、 CD を出して、うん、でこの曲を、まあ、ジャスラックに登録しようと。おんで第1号が見えない星という曲で、これがジャスラックに登録されました。これまで何曲ぐらい作られてきたんですか？ね、作ったのはもう大体30曲ぐらいあるんですけど、音源で23曲かな、今サブスクでも上がってます、はい、録音しながらこう作詞作曲を進めていく感じですか？ね、もう大体僕の場合はまず歌詞が先に向かって、それをコードっていうのは大体頭でイメージしたら分かりますんで、それをギターを弾いて実際の音と、天秤にかけて、であこれは合ってるなっていうのが曲になる感じですね。その歌詞というのも頭の中で記憶しておくということになるんですか？スマホでメモしたり、メモしたり点字で書いたり、点字書いたり、はい、この今出てるのが見えない星というのがあのゲーム内の BGM に使われたというふうに。そうです、あのキャラフレというあのゲームの BGM で、はい、使われて恋愛 の、 あのドラマですね、はい、さらに去年 の、 その夢フェスというところで、はい、ぜひお話しいただければ。はい、あの夢フェス、うん、9月10日なんですけど、うん、2023年、うん、これ奈良の100年会館という、うん、100年会館の大ホールで、はい、もう千何百人入る規模のところで、うん、奈良のバルチャー事業団という代表、そういう団体があるんですけども、はい、そこであの夢フェスというのがありまして、それが第8回になるんですけど、うん、そこで先流れました特別扱い宣伝を歌いまして、10組の中から栄冠をいただきました。すごいですね、はい、この星が見えない、まだ見たことないとおっしゃってましたけれども、はい、こうどんなイメージを膨らませたんですか、歌詞作曲してる時に。まず歌詞にする前に日記で星を見たことがないからいつか生きてるうちに見たいなっていうことを日記に書いたら、うん、すごく共感を得まして、これを歌詞にしてみようということで、その日記の文章をちょっとこう脚色したり崩したりして、あの歌詞になりました。その歌詞を書くときにはその星空ってどんなものなんだろうってこう探りに行ったんですか？なんか例えば 星に関する絵本を読むとか、なんか
それはですね、読んでもらうとか、はい、小さい頃に折り紙で星の形を触ったんです。あその時に、うん、これ星って5つなんですよね、角がね、うん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 、これが僕歌詞には7つの角って書いてるんですけど、うん、これなんで7つかっていうと、うん、ケンシロウが好きだった。北斗七星だ。なるほど。先ほどあの受賞された特別扱いせんでいた、あの VTR にもありましたけれども、はい、この歌詞にどんな思いが込められているのかというのをちょっと教えていただいてもよろしいですか。はい、うん、まあ、ざっくりと言いますと、うん、はい、もうまあ、これは全部じゃなくて一部に限ったことなんですけれども、うん、なんかかわいそうに見られてる、なんか頼りなさそうに見られてるなって。でも僕には不器用だけれども僕のやり方があるし、できることはやるし、できないことは頼むから、もう それまでもうそのなんていうか、まあ、おせっかいというとあれなんですけども、そのそうじゃなしに黙って見守るとこは見守ってほしいし、そのできないことはそっと手を差し伸べてくれるだけ欲しいなっていう、そういうところを、うん、まあ、やっぱりその日常を歩いていく中で得たものをが歌になったという感じですかね。このとぼとぼ冒頭の部分ですね、とぼとぼ歩いているだけでどうか泣かんといてほしいという、これはこう皆さんが勝手に思わないで、かわいそうだって思わないでっていうことだったりするんですか。そうですね、通行人さんがよく僕のこの頼りないその歩いている姿を見られるんですけども、うん、どんくさいっていうかね、関西でいうとどんくさいっていう表現になるんですけども、そういうの見た時に、お兄ちゃんかわいそうにな、頑張って歩いてんねんな、かわいそうに言って泣かれるんですよね。あ、そうなんですね、うん、それは違うやろっていうのがって、はい、そうだから、うん、その後にもあるようにその回り道とか戻り道とかいっぱいあるけれども、うん、その結局道は外れてないっていうことなんですよね。あとこう静かに見守っておくれという、 こう真ん中部分にある歌詞なんですけど、これはどういうことなんですか。はい、分からんことがあるときは尋ねるから、尋ねるまで静かに見守って、で尋ねた時に2番にもあるように手を差し伸べてほしいっていうことですね。いやでもまあこう、うん、そうなのよ、こうやって言ってくれるじゃない。本当にそうなんです。だけど実際本当に社会との交わりがやっぱり接点が少ないから、うん、どん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 交流していくべきだと思う、うん、その点どう思います。接点少なくないですか。そうですね、やっぱりちょっと先入観持ちすぎじゃないかなって思うところがあるんですよね、うん、この人はこうだってなんか決めつけみたいな偏見っていうかね、うん、なんかそういうのをすごく持ちすぎじゃないかなって、そういうところがやっぱりもうどの時代でもそうなんですけど、そういうのがあるなっていうのは思いますね。先ほどラブソングをというふうに話ありましたけども、はい、VTR にもパートナーの葵さんがいらっしゃってたんですけど、はい、今日もスタジオにいらっしゃってるんですよね。そうです、はい、どんな思いなんですか、こうパートナーに関しては。もうこれからもずっともう最後までずっと僕のパートナーであることは間違いないと思いますので。どういう出会いだったんですか。あ、もうこれもライブハウスでの、歌詞が知りたい。歌詞が知りたいですよね。いや、そう、あ、これですね。君に向けて愛してるを叫ぶ時が幸せ、うん、うん、初めて作った曲ではないのですが、うん、パートナーに向けて作った曲はこれです。これ、はい、これでひまわりという曲なんです、ね、一節これ今どうですか。歌っていただくことって難しいですか。アカペラでも、アカペラで、はい、もう一節で大丈夫ですよね、はいはい、じゃあその部分ね、はい、君に向けて愛してるを叫ぶ時が幸せ、まあ、こういう感じですね、はい、素敵な声ですよ ね、 本当ね。すごい、いや、アカペラでって簡単に言うけど、ごめんなさいね、ごめんなさい、ちょっと失礼、大変失礼だなと思って、音を取るの大変なんですよね、うん、絶対音感があるから。そうそう、ガラッと話題は変わるんですけど、うん、オープン AI の最新モデルの GPT-4o に搭載された機能が今話題となっておりまして、はい、まあ、スタジオの状況もですね、画像でこう撮影してそれを音声化してくれるということですので、実際ちょっと我々今準備しましたのでやってみてもよろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。すごいよね。これをですね、写真撮ったのを、はい、その文章化してくれるんですよ。そうなんです、
この状況、なんか6人が集まってテレビ収録をなんかしていますみたいなこと言うんだよね。皆さんこちら側を向いていただいて、赤川さんちょっと右側を向いていただいてもよろしいですか。左です。ごめんなさい、失礼しました。こちらです。撮ります。はい、チーズ。はい、撮りました。これを撮ったものをネクストをして、はい、で日本語で状況を説明してと、萌えさんがすごいいぶかしげな、本当に説明できんのみたいな、私たちの仕事奪わないでよみたいな目で。これむしろ大丈夫かなっていう感じ。僕が説明できるかっていうところでしたね。まずね、チャット GPT 当てられてますかね。知ってるかな。あ、出て出て今出てきたんですよ。待ってください皆さん、これ音声でこれを荒川さんに行きますね。今こういう状況っていうのをね、うん、はい、この写真はテレビのスタジオ内で撮影された集合写真です。前列左側にスーツを着た男性がセルフィーを撮っています。彼の背後にはカジュアルな服装の複数の男女がテーブルに座り、カメラに向かってピースサインをしています。またカメラマンや照明スタッフが仕事している様子も見えます。背景にはアベマと書かれたロゴや多くのモニターや照明機材さんが配置されています。全体的に明るく活気のある雰囲気が伝わってきます。すごくないですか。中川さんどうですか、これ聞いて浮かびました条件。いやこれはねすごいです。いや、まあ、外見だけしかわからないんですけど、うん、もうちょっとその、ね、もっと数年先だと、うん、誰々さん、厚さんがとか、うん、そうですね、萌えさんがとか、うん、西奈さんがとか、うん、そういうその人名もちゃんと説明してくれかかるようになるかもしれませんね。そうですよね、顔を、ね、認識してっていうところがあります、うん、これ期待大ですよ。あのテクノロジーはどんどん進化していくことと、うん、あと社会のこう理解、いわゆるこうインクルージョン的な、はい、インクルーシブ的なものが広がっていくっていうのを両方合わせて進めていかなきゃいけないと思うんですけど、はい、あの4月からその合理的配慮が義務化になったじゃないですか、うん、その点についてはどうお考えになってるのかもぜひ伺いたいです。うん、なんかちょっと小難しい名前だなっていうのがまず一つですよね、うん、まあ、合理的配慮っていうか、うん、まあ、あのそれはその、まあ、義務化されたということで、まあまあ、まあ、これからお店がそういうふうにこの障害を持つ人にとってこう優しくなってくれればいいかなって思います。うん、ただやっぱりこれもまだ初めて1ヶ月ぐらいですかね、はい、まだやっぱり皆さんにはまだ言うても周知されてないし、うん、ね、はい、まだ知らない人の方が多いと思いますので、うん、やっぱりその、まあ、法律云々っていうのは抜きにして、やっぱりもっとこうなんていうかね、こう偏見とかその先入観とかそういうのを捨てて、やっぱり理解してくださいっていうのは難しいんで、やっぱり気づいてもらいたいっていうのと知ってもらいたいっていうのを、やっぱりそれでこう友情とか愛情が深めればなっていうふうに思いますね。うん、実際にこうお店とか利用されてて、こういったところちょっと不便だなって、こういったお店ちょっと多いな、不便なお店とかってあったりしますか。やっぱりその広さ的なキャパ的なものとかも、うん、あって、やっぱり狭いっていうのでその動きにくいっていうのとか、うん、あとそうですね、やっぱり店主さんが一人だけのところで、はい、そのなかなか手に負えない、うん、まあ、ガイドヘルパーさんとかおられるんですけども、うんうん、それでもやっぱりそのこう店の状況っていうのはやっぱりこう入ってみないと全体わからないわけですから、うんうん、なかなか、あとそうですね、まあ、私は視覚障害だけで、まあ、なんとかこう過ごしていけてるのはいいんですけど、もっと車椅子の方とか、はい、うん、やっぱり道具を使わないといけないその障害を持った方がたくさんおられるんです、うん、聴力の障害の方とか、うんうん、そういう方々にもっと優しくなればなっていうふうに思いますね。はい、特に視力障害の人はこの自立支援法というのがまあかろうじてあるわけなんで、ガイドヘルパーさんとか、あとその例えば外歩くんでもその店 その近くだったら地図アプリとかで何とか探せ、音声を聞けば何とかかんとか、まあ、見つかるけれども、やっぱりもっと大変な障害を持っている方がおられますので、そういう方にもっと視点をこう当てていただきたいなというのはあります。
ますね。ありがとう。それは特別扱いじゃなくて、うん、その障害を持ってる人もどんどん訴えたらいいと思うんです。なるほど、声を上げてって、声を上げて、はい、もっとこういうことしてほしいって訴えたらいいと思うんですけど、うん、やっぱりその店側もこれはできませんっていうこともあるので、言っていいですもんね、まあ、できることとできないことが、うん、でも、うん、まあ、できるだけ、はい、配慮してってっていうことは求めて、うん、今の状態じゃ線引きが全然はっきりしてないので、そうですね、ちょっと分かりにくいところもありますもんね、はい、だいたいその理解してもらおうと思ったら一方的な意見ではなかなか理解してもらえないので、うん、やっぱり双方でやっぱり意見を出し合うことっていうのが一番大事だと思う、うん、これから先コミュニケーション取りたいよね、はい、だからね、それでやってこうやっぱりそういう理解が深まるんじゃないかなって思います。うん、ありがとうございます。はい、荒川さんの代表曲特別扱いせんでええよを歌っていただきますので、一旦セットチェンジをさせていただきます。うちがとぼとぼ歩いてるだけでどうか泣かんといてほしい。回り道戻り道迷い道いっぱいあるけど人の道だけは外れてません。どうしてもわからんことがあるときは尋ねるから静かに見守っておくれ。特別扱いせんでええよ。うちはみんなと同じ人間やさかい。特別扱いせんでええよ。うちはみんなと同じ生きてるんやさかい。でもいつも気ぃ使うてくれてありがとう。旋律とかもすごい。笠原さんどうですか、こう目の前でご覧になって。いや迫力がやっぱりすごいですね。私やっぱり染み渡ります。まあ、ふと思い立って30分で歌詞を書き上げた曲がこんなにも伝わらないで、30分でこれ、そう、あのコーヒー飲んで気合が入った時に歌詞をよく書くんですけど、はい、もうその一曲がこれですね。あ、でまあここまでね、いろいろ経験してから30分でバッとかけたんでしょうけど、染みましたよ。あとこの距離のライブ俺初めてかもしれない。そうですね、すごい至近距離ですよね。めちゃくちゃいいですね。
ちゃくちゃ良かったですね。すごい人の視線を感じるんですごい緊張してます。これ写真撮っといて後でまたね回収しようかね。ぜひぜひ写真撮っといていただければ。壁がここにすごい壁がある感じにします。我々の圧迫圧迫ごめんなさい圧迫すごいすごい圧迫でした。こんな近くでご覧になって良かった。じんときました。ありがとうございます。すごい歌詞が優しい人だってわかる。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。